渋谷区立松濤美術館で今、渋谷で仏教美術と題した展覧会が開かれています。奈良国立博物館が所蔵する仏教に関する美術工芸品83点が紹介されています。意外に東京で奈良国立博物館の名品展というのは一度もされたことがありませんで、遠くまで行かなくても見られるようにということでこういう企画をいたしました。会場は2つのフロアに分かれていて、作品を見ながら仏教文化や仏教美術の移り変わりについて学ぶことができます。疫病を流行らせる鬼を退治する神を描いた平安時代の絵巻物辟邪絵は国宝でもあり貴重な作品です。他にも重要文化財の如意輪観音菩薩座像など仏像、書、仏教工芸といったさまざまなジャンルの名品を楽しめます。一番古い例としては有名な大阪関心寺の国宝の如意輪観音像、秘仏があるんですが、それに次ぐ古さのお像でありまして、外からじゃ分かりませんけど一木造りといいまして、頭のてっぺんから腰の下までが一材でできているというちょっと重量感のあるところとか、こういうものをですねじっくり見ていただければと思います。この展覧会は5月29日まで開かれています。